どうも、ナオチンです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日ですけども、創生ハードレベル999に挑んでいきたいと思います。ようやくね、育成が終了しました。まあ、もう少し育成したかったけどね。で、パーティーは、とりあえず無難な、ベルゼブブ、マサカド、ルシファー、主人公。まあ、こんな感じでいきたいと思います。まあ、ちょっとね、気になってるところが、おぼろ一戦だよね。おぼろ一戦が、どれぐらい当たるか。うん。なんかコメントでは結構渋いコメントが多かったんですよね。おぼろ一戦は当たりにくいみたいな。なので、それもちょっと確かめながら行きたいと思います。すべて999にしてるんだけども、まあまあ、とりあえず一番最初っていうことで、始皇帝ぐらい行ってみようと思います。はい。では、行きましょう。創生ハードレベル999です。で、こっちのステータスも、まあ、ある程度999までカンストさせておりますので、まあいい戦いができるんじゃないですか。まあ、とにかく、バフデバフを入れていきましょう。デバフ入ってるから当たるでしょ。うん、当たるよね。さすがにデバフが入ったりすると当たる。やっぱ強いわ。おぼろの火力はすごい。うん。で、ここで、この花咲く矢に変えて、次でバフを入れていきましょう。おぼろいですね。当たる当たる。大丈夫。バフ入れて、外すんだね。やっぱね、外すか。え、意外と外す。なんか今んとこ3回中1回外した感じか。いや、でもバフ入ってからだからね。バフ入って、あ、ちょっと、やだな。どんどん使っていこうか。うんうん。主人公に、ちょっと、違うスキルを入れたんで、大丈夫でしょう。オッケーオッケーオッケー。オッケー。さよぎの前入れたんで、マガツキゲージは溜まるんですよね、ある程度は。本当に入れたいけど、まあまあ、この時は攻撃をしておきましょう。OK。いいダメージ、いいダメージ。分かってる。こういうことをしてくるの分かってた。ならば、ここで、またベルゼブブに変えて、次からデバフを打っていきましょうか。OK。当たる当たる。これぐらいの命中率だったら。あ、でもね、たまに外すっていうのがやっぱ嫌だな。若干嫌だな。 OK。 できれば 100% 当ててほしいもん。おう、多分バフとデバフがしっかり入ってれば、おそらく10% ぐらい命中率。80、 いや80でもちょっとやだな。 OK。 決してもすぐにランダマイザー入れていく。あー、でバフ切れそうだけども大丈夫か。あ、もう使おうか。どんどん使っていっていいよ。 OK。このターンで倒す。倒せるか。微妙なところ。いや、これどうだ。ああ、大丈夫だ。 OK。 はい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 、いけるいけるいける。意外と当たる。うん、でも 100% じゃないんで、ちょっと考えなきゃいけない
かもしれないですね。おらー、もう外すわ外すわ。いや考えよう。いや外されるとこれちょっと困ります。なんでちょっと考えたいと思います。あーこれ効かんかったよな。パスしとけ。うそ、2連続外したぞ。本当にじゃ倒せんか。はいはい、 OK。 パス、いや次当ててよ。これ戦うのがねなかなかめんどくさいですよねこいつって。おい、ちょっとこれ外しすぎ。ここまで外されるとダメだ。え、こいつが回避率高いだけ？いやいや、そんなことないよね。そんなことなくって、やっぱり外すんだ、結構な確率で。おーい、なるほど。いやこれは考えんといかん。これ考えないとちょっと戦えないね。こんなに外されると、あ、困ります、これは困ります。 OK、 ちょっと待ってよ、これ、これ調整しながら戦わんといかんからね。 OK、 ここで倒しますね。いやー、こいつに対してはもう外しまくりじゃん。 OK、 いやまあまあ倒しましたね。でも分かった、おぼろ一戦ダメだ、外すということは刹那も外すっていうことよ。明石圧かな、見えるべきはあれかもしんない。あ、違う、ベルゼをこの花咲夜に変えてやろう。ちょっと MP がルシファー少なくなってきたんで、あと一戦あるからね、ちょっと回復しておきはないといけませんね。 OK、 あ、多分さっきのやつが回避率がやたら高かったんだろうな。ここでは全然当たります。 OK、でも敵によってね、ああいう感じになるんだったら、いやちょっと使いにくいわ。ここちょっとしとかないとダメですね。回復しとけ。 MP 大事よ。おい、むちゃくちゃ効いた。でもワンパンされる感じはないんで大丈夫です。敵の HP だけ、とにかく回復。じゃ次のターンで倒せますね。え、物理、物理、物理だったらない。お、違う、まあ、こっちだったら大丈夫。はい、オッケー。ではラスト、まあ、ガシガシいきましょう。バフ入れて、しっかりとバフ、デバフが入った後に回心を入れ、いや回心これ入れんでもいいな今回は。ここはあー、どちらが出るか。そうか、いいか、頼むぞ。 OK、 もう入れちゃえ、いいよ配信。
いや、違う、こっちで行くか。オッケー、聞く？死なてよ。うわー、まあ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 、よし、オッケー、あと1体ですね。ランダマイザー入れて終わりだ。はい、ということで今日は創生ハードのレベル999に挑んでみました。ちょっと問題が発生しましたね。それがこれ。おもろ一戦。命中率が低い代わりに当たればクリティカルなんですけども、999の敵になると、外す。特に回避率の高いやつには当たらない。なので、これ高難易度に行くには、おぼろ一戦と刹那は入れない方が良さそうですね。なのでこれまさかの元の万能型に変えるかな。ちょっとね、物理特化型っていうのが良くない気がしてきました。元あるスキルの方がいいのかもしれませんね。はい。まあまあ、調整しながらね、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。